2020年10月、米国のスネークハンター、ケビンとライアンは今回、エバーグレーズ湿地帯周辺で、ビルマニシキヘビを追跡していた。飼われていたヘビが逃げ出したり捨てられ、この地域に定着してしまい、さらには天敵を持たず、近年は個体数が急増し、在来の動植物種が減少しているという。一匹でも捕まえることができれば、最大150ドルの報酬がもらえるようで、彼らにはちょろい仕事である。二人はマイアミ西部にある運河に向かった。だが深夜前、とんでもなく長いメスヘビが湿地をのそのそと這っているのを目撃。これほど大きなヘビを見たことがない二人は追いかけながら、手の震えが止まらなかったという。水しぶきでヘビを驚かさないようそっと近づき、ライアンは尻尾を、ケビンは頭を押さえようとした。だがヘビはすぐに暴れ出し、巻きつかれないようにと二人は全力で取り押さえ、ようやくヘビを水から引き上げた彼らはその巨体に圧倒された。体重を測ってみると47キロ、体長は 5.7 メートルあり、フロリダで捕獲されたビルマニシキヘビとしては世界最長記録を見事更新。このニシキヘビは2017年から2020年の間に5000匹も駆除されているという。2014年10月、アラバマの保安官が沼地そばの高速道路を通過中、人形のようなものを目にしていた。この時は無視していたが、数日後、人形に関する苦情の電話が寄せられ、仲間の警官と現場に向かい、よく調べてみると水の中からなんと21体の人形が見つかった。どれも磁気製で、顔に白のスプレーで塗られていた。この沼地は気味の悪い場所として有名で、沼の底から大きな音が聞こえたとか、怒った精霊のようなものを目撃したとの報告もある。よって若者たちが肝試しに夜な夜な沼にやってくるという。結局誰も人形を持ち帰ることなく、この出来事も不気味な未解決事件の一つとして分類された。アラバマ以外の沼地でも何とも奇怪な人形が見つかっている。406人が暮らすオーストラリアの小さな町では、沼地でブランコに乗る人形に長年悩ませられていた。住民はこの人形が不運の前触れであり、軽く会釈するだけでも漁で魚が取れなくなり、モーターが故障するという。人形がなぜここにあるのかも不明で、皆が警戒心を抱き、関わり合いたくないようである。一説では地元の老夫婦がこの湿地に彩りを与えるために置いたとも言われている。確かに素敵なアイデアとはいえ、沼地でブランコに乗る人形に遭遇したらかなり不気味であり、どこかに彩りが与えられるとしたら、おもらしをして自分のパンツが茶色くなるくらいであろう。1988年6月午前2時、サウスカロライナ在住のクリス青年17歳は、仕事場から車で帰宅中、スケープオレ沼のそばでタイヤがパンクしてしまった。彼はタイヤを交換しようと車を降りると、誰かが走っているような音が聞こえてきた。すると突然、暗闇から真っ赤な目をした緑の鱗を持つ、身長1メートルほどの人型生物が現れた。彼は逃げようと車に飛び乗ったが、長い爪を持つトカゲ男は車に襲いかかり、ミラーをもぎ取り、屋根を切り裂いた。トカゲ男は車の中に侵入できず、疲れてしまうと立ち去り、青年はなんとか生き延びることができた。彼はすぐに保安官にこの話をしたが、真面目に聞いてもらえなかった。だが再びトカゲ男が出没。夏の間、沼周辺の車が襲われ始め、フェンダーが剥がされ、アンテナが曲げられ、車体に深い傷がついた車が何台も見つかった。やがて沼に巨大な鱗男が潜んでいるのを見たという人が増え、
マスコミも大々的に報道。地元のラジオ局は生け捕りにした者に100万ドルの賞金を出すとまで発表したが、冬になると目撃情報は旗と途絶えた。だがその後もこの伝説のトカゲ男は数十年の間に何度も姿を現し、時折目撃情報や車両への襲撃が報告されている。2015年8月には女性が木陰から走り去るトカゲ男を目撃し、慌てて携帯を取り出し撮影している。これが本物か着ぐるみか奇形のワニかは不明だが、夏場この辺りに立ち寄る人は警戒が必要であろう。海外掲示板のこの投稿者は8歳の頃ミシガンで暮らし、夜母親と飼い犬とよく沼地のそばを散歩していた。ある日の夜11時頃、母親と沼のほとりを歩いていると、口笛のような不気味な音が聞こえてきた。最初は鳥の鳴き声と思ったが、明らかに人の口笛に聞こえた。だがこんな時間に人が沼の底に潜んでいるとも思えない。音も上がったり下がったりして、母親がかなり怯えていた。彼女は息子の手を握り、何の説明もなく家に連れ帰った。8歳の彼も尋ねようとは思わなかった。それから2年が経ち、このことを忘れていたが、ある夜再び犬を連れて散歩することに。すると沼の端を通り過ぎた時、再びあの口笛が聞こえてきた。音が耳に入った途端、背筋が凍り、すぐに家に引き返し、二度と夜にこの場所を通らないことにした。それから10年以上が経ち、彼は24歳になり、口笛のことも忘れていた。サウスダコタに引っ越したばかりの彼は、彼女と独立記念日にキャンプに出かけ、ミズーリ川のほとりで花火を眺めていた。このお祝いのため、ボートはすべて排除され、彼が静かな水面を撮影していると、なぜかボートのパドルの音が聞こえてきた。暗闇の中で目を凝らすと、15メートル沖にカヌーに乗る人影が見える。そしてまた突然、鳥肌の立つような音が聞こえてきた。昔聞いたのと全く同じ口笛である。暗闇の中で顔は確認することはできないが、彼は冷静に考えようと努めた。まさか同じ口笛が聞こえるはずがない。だがこの後、彼はさらに確信を深めた。正面に並んだ相手は漕ぐのをやめて彼の方を向き、もう一度口笛を吹いた。一瞬沈黙がよぎった後、彼は立ち上がり、相手はカヌーを進めて見えなくなった。暗かったため乗っていた人物は撮影できなかったが、口笛の音は拾っていた。偶然であろうか、それともミシガンからはるばる彼を追いかけてきたのであろうか。投稿者はまた夜に出かけるのが怖くなったという。単なる被害妄想だとか手の込んだいたずらとの意見もあるが、確かに精霊の口笛や叫び声は世界の民間伝承で死の前触れとしてよく登場するため、彼は心底怯えている。2012年春、フランスのコミューンセネの沼地にある日突然二体の不気味な人影が現れ、観光客を恐怖に陥れた。その生物は青白く華奢で、まるで時が止まっているかのように見え、またすぐに姿を消した。だが2016年7月、今度は6人の仲間を連れて
再び現れた。彼らは一体ここで何をしていたのであろうか。実はフランス人彫刻家のソフィーさんが制作したもので、人と自然との複雑な関係を表現した彫像であった。ワイヤーの芯に泥や藻を塗り、乾燥させると皮膚のような見た目になり、時間とともに色や質感が変化し、やがては有機的に風景に溶け込んでいく。見た目は確かに不気味であるが、徐々に劣化していく姿からは大敗的な美しさが感じられる。この投稿者の男性は軍隊に入隊して間もなく、アメリカ南部の湿地帯で数週間の野外演習に参加することに。沼地での6日目の夜、彼の部隊がうとうとしていると、森のどこからか背筋の凍るような音が響いた。うなり声と叫び声が混ざったような、誰も聞いたことのない音であった。すると、沼地全体が静かになり、カエルやコオロギの鳴き声が止んだ。ただ叫び声だけが大きくなっていった。しばらくすると、突然、遠くの方に奇妙な光が見え、投稿者はうんざりして、誰かの悪ふざけだと思い、二人の兵士を連れて光の方へ向かった。歩けば歩くほど光は遠のき、地面はぬかるみ始め、進みにくくなっていた。まるで船乗りが怪物精霊に見入られるように、トランス状態で光に誘われているような気がした。動揺した彼は一旦立ち止まり、三人はすぐに引き返した。だが3メートルも離れていないところで、水たまりの中から再び耳をつんざくような轟音が響いてきた。彼らは振り返り、遠くの光が稲妻のような速さでどんどん高く登っていくのを恐る恐る見ていた。その後、光も轟音も消え、沼地にはいつもの自然の音が戻ってきた。何が起こったのか合理的な説明がつかないまま、兵士たちはただ眠りについた。だが投稿者はこのことが頭から離れず、後日地図で確認したところ、光が見えたのは沼の一部で、当時は大雨が降ったせいで人が立ち入れない場所であった。ではあの夜、暗闇を漂っていた光は何だったのか。説明の一つとして、欧州の民間伝承にある夜の沼地に現れるという霊的な光、ウィル・オー・ウィスプかもしれない。この光は捕まえることができず、また旅人を誘い、その人を破滅させると言われている。とはいえ、科学的な説明もあり、ホスフィンやジホスファン、メタンといった化合物が酸化することで、ウィル・オー・ウィスプと似た現象が起こるようだ。この混合物は酸素に触れると自然発火するので、少量でメタンに引火し、一時的に明るい火の玉が発生する。光は説明できたとして、叫び声のような音は何だったのか。他のユーザーからはピューマなどの鳴き声かもしれないとの書き込みがあった。だがいくら合理的に説明できたとしても、実際に沼地で体験したら気を失ってしまうであろう。